皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回も一緒に遊ぼうコウペンちゃんやっていきたいと思います。前回の続きからですね、コウペンちゃんの、特別なお話を見て、釣りファイトが遊べるようになったところでした。すごく可愛いね、飛び跳ねてるから。早速新しく解放された釣りファイトやりましょう。コウペンちゃん釣りファイト、もう一つ、もう一つ、あのシューティングみたいなやつですね。早く、あのシューティング楽しいからね、やりたいな。夢の中の、なんていう名前のミニゲームだったかは、ちょっとど忘れしちゃいましたが、コウペンちゃんの釣りファイト。ね、これ Y で釣り上げる、だけだよね。じゃあ行ってきます。大人さん、アデリーさん。大丈夫かな。これまたパソコンの画面見ちゃってるからね、ラグが若干あるから、ラグを深い、はい、あ、ここは違うね。かわいいな、こういう池だったら何が釣れるんでしょうかね。これ、魚が引っかかったら Y、OK、はい。早いですね。え？あれ？緑コウペンちゃんが。はい。いや、僕の方が早いな、明らかに。あ、そうか、みんな喜んでるのか。ごめんなさい、緑コウペンちゃん、抹茶コウペンちゃんだけが喜んでるのかと思ったので。すごい。今のところ。僕が1位だ。さあ、えながちゃんがちょっと邪魔しに来ていますね。はい。水色コウペンちゃんもやりますね。ピンクコウペンちゃん。これ僕ばっかり邪魔してくるんだ。あ、失敗しちゃった。くそー、えながちゃんのフェイントにまんまと引っ掛けられましたね、これは。でも可愛いな。アデリーさん、ほんと。潜って魚取ってたんでしょうか、アデリーさんも。ねえ、かわいいな。これ何なんだろう。はい。まずいぞ、水色コウペンちゃんに負けてるな。はい。ほっ。ほっ。えながちゃん、水色コウペンちゃんを邪魔しに行ってくれ。まずい、負けてる。あ、負けてる。あ、負けた。水色コウペンちゃんに負けてしまいましたね。いやー、このカラフルなコウペンちゃん。かわいいなー。目が真っ白に。はぁ、かわいい。かわいすぎる。かわいすぎるものだな。すごいよね、これ、ほのぼの。今結構本気でやってたんだけど、まあ話しながらだったから少し反応が遅れた部分はあるかもしれないけど、結構本気でやってたんだけどね。それでもこんな難しいんだね。一番低い難易度なはずなんだけど。結構、あれ？大丈夫かな？止まっちゃった？あ、大丈夫か？心配になるよ。パソコンがね、ダメなんだよね。やっぱり実況用にパソコンを使うのであれば、やっぱデスクトップじゃないとっていうのはありますよね。これ普通にね、ノートパソコンで実況撮ってるからね、どうしてもスペック的に、多分そういうことなんだよね。音飛びとか発生しちゃう理由って、ノートパソコンだから、放熱とかなんだよくわかんないけど、一応ね、その、インテルのコア i7 ってやつだからね、その、実況を撮る環境としては、申し分ないスペックではあるらしいんですけど、やっぱりね、どうしてもたまに音飛びとか発生しちゃうからね、そういうのはきっとデスクトップ PC とかにすれば解決するのかなとは思うんですけどね、なかなかね、これのためにデスクトップ PC 買うのもなっていうところもあってですね。お、こんな演出あったっけ、忘れちゃってるだけかな。コウペンちゃんが縁側行かせてよ、僕も。行きたいんだけど。あ、モニャンコやってる。
もにゃんこもにゃ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 。えながちゃんはこれは、ここ何飾ってあるんだろう？こけし？こけしか？これ何を飾ってるんだろう？縁側。縁側だから大人さんっぽいかな。なんか大人さんがいるイメージがあるんですが、だから大人さんのミニゲームでもやってみましょうね。今日のカフェメニューで、ボーナスが乗るミニゲームは大人さんのミどうニかゲーしムまだしかたら、か？やってみましょ遊びましょう。行きう。まそうしょそうそう。空飛びトレーニングね。いや、癒しだな。癒しですよね。何回やっても、その楽しいとか楽しくないとかじゃないんだよね、このゲームって。癒しなんですよね。だから飽きるとかそういう感情にもならないし。かといってこのゲームがものすごく面白いものかって言われるとね、そうでもないんだよね。なんだろう、どういう感情なんだろう、これ。一緒に本当に参なんりかまし癒ょう。しなんだよね。一番にも出てくる感情が癒しだからね。楽しい、つまらないとか、飽きるとか、そういう感情一切ない。かわ生いい、活のため癒し。のトレーニングをしましょう。はいはいはい。これ一番ラグが心配なんだよね。大丈夫かな？あ、大丈夫飛べそうそう。な気がしてきますね。次は羽ばたいて白みま熊しさんょう。がリズム取ってるのが結構かわいいよね。これ。これもうちょっと難しくてもいいのになって思いますよね。次はダンベルを上げて難易み度まがしやっょう。ぱりコウペンちゃんのゲームだから、ものすごく穏やかな難易度ですよね。よしよしよ飛べし。そうな気これがはしてどうきかますな？水ね。色コウペ次ンちはゃんジがャンプしてみましょ かわいい。ジャンプジャンプ。はいはい。花丸を差し上げます。次は今羽回ばはた抹く茶トコウレーペンニちングゃんでがす。うまいですね。L、焦らなくて大丈夫です。ダンベルのやっトてレーしまニっングをした。てみましょう。ほーい。R、R、L、L。飛べそうな気がしてきますうん、ね。難頑張しいっな、てやっぱ飛り。んでみましょう。最後、連打ですよね。連打、連打、連打。あ、これ最高どれぐらいいったんだ？ 100 いくか？ああ、頑張れば100いけそうですよね、これ。コウペンちゃん飛べるのかな？はーい。すごいことが起きてるよ、これ。ペンギンが空を飛ぶ。池袋のサンシャイン水族館のような感じですよね。空飛ぶペンギン。はいはい。とってもすごい。四つ葉を2個もらった。何個押してもらえるんだろう。あー、あおと疲じれゃあ2様個でしで、た。2個貯まれ花ば、丸スタンプ差し上げますね。うん、あと2つだから、四つ葉をあげてしまいましょう。そして大人のペンギンさんの、お話を聞けば、縁側が解放されると信じて、終わった。大人さんはどこいる？さっきと同じ場所にいますね。お庭。まだ練習してる。お疲れ様です。何かありましたか？じゃあ四つ葉をあげああ、ましょうね。2個。何かくれるんですか？あれ？あげた。いや、大人さんのような方がいい四でつす葉よをくれるんでね。すのか？んびり。ありがとう。お礼に花丸スタン花プを割れあスげタまンす。プ。はい、これで見れるようになりましたと。特別なお話を聞いていきましょう。いや、入力する系はちょっとやめてほしいな。いろんなのがあった記憶なんだよな、一周目やってた時。その都度その都度考えさせられた。お、この BGM は空飛びトレーニングの BGM だ。えながちゃんたちは何、お邪魔タクシーでも見てるんですかね。ふぬぬ、何してるの？あ、花丸さん。
今高いところに慣れる練習をしていました。こうやって背伸びをすることで高いところに慣らしていくんですと。空を飛んだ時に高すぎて緊張したら困るので。かわいいなあ、このコウペンちゃんと高いところに登ったり、アデリーさんに持ち上げられた時は平気なのですが、一人だと緊張するんです。うふふ、不思議ですね。いや、気持ちわかりますよね。でも一人だとね、やっぱり誰かと一緒だと安心したりとかあるからね。うん、僕もね、なんか一人行動とかできないわけじゃないんだけど、できないわけではないんだけど、許されるのであれば友達とか誘って買い物とか行きたいんですよね。一人の方がゆっくり見れるから、一人の方が好きって感じる方もたくさんいると思うんですけど、僕はどっちかっていうとね、これどうあれどうみたいな、一緒になんか悩みながら楽しく買い物したいタイプの時の方が多いかな。たまに一人で出かけたい時もあるんですが、うん、そんな感じで、縁側解放されませんでしたねされなかったな。次の特別なお話なのかなね。じゃあまた今日もね、この、時間がちょうどいい時間になってきたということで、今回のパートもここで区切らさせていただきたいと思います。今回もね、こんなほのぼのとした動画ですが、最後まで見ていただきありがとうございました。また次のパートでもね、のんびりやっていきたいと思うので、また楽しみにしていただけると嬉しいです。それではね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。